川尻室は、広島県呉市川尻町で生産されている筆。経済産業大臣指定伝統的工芸品。産地組合は、川尻毛筆事業共同組合。川尻豊橋奈良有馬出雲川尻熊野呉、広島の野の山から見た川尻町。左手前は、神田造船所。広島県熊野筆、愛知県豊橋筆、奈良県奈良筆と共に、 日本次第産地の一つ。伝統的工芸品産業振興協会編、全国伝統的工芸品相欄による2001年度生産額で見ると、川尻筆の国内シェアは10.4%。広島県には戦前いくつか筆の産地はあったが、戦後は川尻と熊野の二つだけになり、生産量で見ると川尻筆は国内シェア2割。 熊野室を合わせた広島県産の国内シェアは9割になると言われている。川尻室は軽筆からの流れを汲む古くからの練り混ぜ技法が主流で、書道用の筆、写経用の筆あるいは日本画家や陶器、漆器家などに愛される職人室として知られている。一般への流通、知名度ともに熊野より低く広島県第二の産地に泊まっている。 特異点として、他産地に先駆けて、家内工業であった、性質業に近代化つまり経営の株式会社化や、生産の部分的機械化を導入したり、従来の練り混ぜに加えて、ボン混ぜという熊野で開発された技法も併用するなど、伝統を継承しながら革新化を進めてきたところが、挙げられる。2017年現在で、伝統工芸士は、二人。川尻という地は、 瀬戸内海に面した港町であり、背後には、野呂山が迫り、平地は極端に狭く、農業には、不向きな土地である。川尻と筆との関わりは、江戸時代後期の天保9年、菊や三蔵型を売ったお金で、摂津有馬から筆を仕入れ、川尻の寺小屋などにおいて売り出したのが始まりである。三蔵はさらに筆の製造を村人に呼びかけたが、受け入れられなかった。ちなみに、 熊野筆も、有馬をルーツとして、行商から製造へと移っていった歴史を持つが、熊野では同じ頃すでに筆作りが行われている。また、川尻の西にある新潟のヤスリ製造も同じ頃に始まっている。嘉永三年、上野八重吉は、有馬に修行に出て、帰郷後の安政六年に出雲松江から職人を雇い入れて、筆作りを始めた。これが、 川尻室の性質の始まりであり、八十吉は川尻室の祖と言われ、八十吉の工場は現在や薪室菊くこと武器道として存続している。明治時代に入り義務教育が始まると学校で子供が筆を使うようになったため、需要が増えることになる。山蔵、八十吉に続いて稲田、西村分林道などが続き、産地が形成されていった。 1892年、加藤洋介は洋傘を利用した筆塾国印用三枚陣を開発。1901年、渡辺伊之助は他産地に先駆けて、会社組織川尻筆木株式会社を設立するなど、革新化していった。こうしたことから明治30年代に、本格的に筆作りが始まったと考えられている。ただしこの頃はまだ、熊野村、広島市に次いで、 県下三番目の生産量であった。明治末期頃から、広島市は近代化の中で、筆の生産は衰退し始め、変わって、川尻町が、県下二番目となった。この頃に、坪川毛筆化製作所や山下文市道など、多くの職人を抱える業者が誕生。昭和の初めに産地として全盛期を迎えた。太平洋戦争中は、物資不足及び徴兵による、 職人不足により落ち込む。戦後、今度は GHQ 主導による学生改革で1947年、学習指導要領で、書道は必修教科から外されたことにより生産は落ち込んだ。書道の必修教科復活に向けて、豊道春会を中心に、書道家、書道教育者が熱心に活動し、後に、正解も巻き込んで大きな運動となった結果、 1951年、小学校指導要領で小学4年生以上での書道が任意ではあるが、復活、1958年学習指導要領で小学3年生以上必修となり、学校での修字教育は復活したのである。これに高度経済成長が加わり、川尻筆は戦前の生産規模以上に増えていった。熊野、豊橋、奈良で4大産地が形成されていったのは、 こうした戦後のことになる。1967年川尻毛筆事業、共同組合結成。1979年広島県によるふるさと産業、2004年正当な伝統志向を受け継ぐ畑吉行が東京経済産業省本庁で川尻筆政策の実演を行い、高い技術力を評価され、広島県の伝統的工芸品に指定される経済。 産業大臣指定伝統的工芸品には、他産地より遅れて2004年に指定されている。遅れた理由には、川尻毛筆事業共同組合を中心とした、業者間の連携が取れておらず指定に向けて動かなかったため、あるいは川尻筆特有の革新化、合理化が伝統的部分と離れていたため、とする説がある。イオン上具法寺背後の野呂山には、 国民宿舎の路高原ロッジが整備されており、周辺には川尻筆関連の施設が点在している。ありがとうございます。